こよみチャンネル。まっしゃい。はい、どうも、こよみです。ですね、もう何から話そうかなって感じですけど、あのね、リーグバトルで今7連勝中ということで、あのね、5連勝してその時は収録してなかったんですが、もうあの S マイナスだったんですよ、あのランク帯が。でもうそろそろあと 1,2 勝すれば、まあ、S ランク帯に上がるんじゃないかっていうことで収録始めて、なんとサクッと2連勝しまして、もうほんと嬉しい、やった S ランク帯だっていう収録をしたのに、マイクの電源が入ってなかったっていう、あはマジかよって感じですけど、まあそれに気づいて、まあせっかく7連勝して気分もいいし、まあ、変に S ランク台から落ちてもあれなんで、今日はここで動画終わります。小八木でした、ありがとうございました、バイバイっていう風な収録をしたのも全て入っておらず、今そのもうすぐ続きです、はい、すぐ続きで撮っております。マイクにも速攻で気づきました。すぐね、収録してすぐ動画一回見返すんですよ。それがあれ声入ってなくね、すぐ気づきまして今に至ります。めちゃくちゃショックです。はい、これちゃんと声入ってますか、皆さんに私の声届いてますか。はい、めちゃくちゃ悲しいです。もうだったら8連勝してやろうと、追加試合です、これは。はい、いやさっきのね、2連勝、ゲッターとしての立ち回りというか、結構ね、悪くはなかったと思うんですよ。はい。いろんなね、相性、属性とか、説明してたんですけども、珍しくいっぱい喋った時に取れてないし、もうね、無言でいきましょう。もうほんと。もう集中しましょう。さあ、カチャイ、カズト、ちょっとラグいいかな。さて、私はこんなに頑張って上がっていっても意味ないんで、ここを取らせていただきますよ。はい、上の援護に行きます。さあ、敵はどこだ、オランド、何やってんや、逃げられる、逃げまくっとんな、ちゃうねんな、方向感覚失ったわ、あーやな、下が見えへん、死ぬ、絶対死ぬ、あーこのスキル1に残したまま死ぬのマジもったいない。ほらこうやってね、レベル100でね、メダル全部9個、もう S ランク帯とはそういうことですよね。いやーほんとこいつ、あーよしよしよし、やったー、開いた、これは死ぬぞ、ちょっと待てよ、上り坂にアイテムがある、これはなんだ、肉か、よしよしよし、さてどこに行きましょうかね、ナミさん、よし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 、あし、いやこいつか、またほんまにちょっとやばいな、あと1分やで、
さあさあさあ、もうやめてくれや。なんやなんやなんや、ほんまに動画化してる時だけこれほんまにやめて、マジで。あー、もうさっき気分よく追われたはずやのに、ほんとにもう最低2本抜く、また2本抜く、絶対抜く、いったほんまに。あー、もうダメだ、あ、もうダメだ、またお前か、ほんまに調子乗んなよマジで、お前しょ無理すぎる。真ん中抜け、真ん中抜けそうやん、勝てるって、頑張って、仲間頑張って、ここは守ります。よし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 、小ヤギの活躍じゃないけど、いやいや、さっきさあほんま頑張ったんよ。なんでマイクつけてないかな。まあもう小ヤギっぽいっちゃ小ヤギっぽいよねいやいや本当に、いやもうさっき動画収録終わった時によっしゃ完璧やって思ったんですよ。てかやっぱ8連勝や。まあ内地はともあれ勝ったからね、正味あと2回できるんすよ。だからまああと2回やってもぶっちゃけS ランク帯からは落ちないかなっていうことで、あと2回やっちゃうか。これで勝ったら10連勝やから、いやーなかなか10連勝はできひんやろなとは思うけども、まあもしできたら、まあ、さっきのマイクの電源入れ忘れはまあそういうためのミスだったんかなって思えるんでね。さあ気合い入れ直すで、よし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 、さあ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 、勝ちましょう勝ちましょう勝ちましょう。さあこの赤月ってお尻の赤月なんかチームかな。さあナミさんがスーパー相性不利、敵が多いと、やばいな、ゲッタークローラさんにお任せします。さあ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 、ちょっとじゃあエースで敵を牽制しながらとどめぶっ刺していきますか。さあ、メダル3個つけてるのは敵味方1人ずつですね一応。ただ交代キャラがどんな能力か、あ、ナミが無能やった、マジかよ、ナミ無能やった。あ、今の正直取れたな、やだ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 、怖っ。よし、だからここをもらってもしゃあないからな、今これどこ向き、こっから上がってくるんやな、できちゃうや、逆やないか。さあ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 、今はここでいいんやけども、無理です、うわー、いったー、今のは入ると思ったのにな。おお、はあ、飛ぶ距離が半端ない、どこに飛んだ俺、あ、こんなとこに飛んだ、死んじゃうな。あー、こんな敵の巣窟に掘り込まれて、ちょっとレベル100やないかい。あー、俺も早くレベル100になりたい。これ仲間か、こっち向け、よっしゃー、抜けてる、よし、これ赤くいけんかどめたりな、よっと。さあ俺も上に行きますよ、ブーストかかってるよ。さあこれはさあどうすべきか、これが正解や、死んで死んで死んで、
敵の、あーどうしようかな、難しい選択やなこれ。波でもう抜いて回られてる。さて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 、あんなところに敵が当たれ、当たらんか。何をすんねんマジで。波は死んだらあかんねん、よくんな。もうあかん、これはさすがに連勝無理やったか。あーもうあかん、待ってられへん待ってられへん、ちょっと待って、やばいやばい、行くで、ドロー、足早いんでしょ。あドロー、それディフェンダーのドロー、何か、ちゃう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 、抜け抜け抜け。それでも2対3と、ちょっとひどいなこれは。やっぱりね、はあ、無理すぎる。マジで。ただ唯一取ってた宝箱金箱っていう奇跡。はい、バイリチャンネルダメダメやな。これは仕方ない。ちょっと待って、あと2敗したらまあまあやばいな。しちゃうな。あと1戦か。ちょっと待てよ、あと1戦やったかな、あと1戦やな。さあラス1、もう泣いても笑ってもラス1。いやー8連勝止まり。いやーただ最後勝って締めたいですよね。はい、というわけでもちろん勝ちます、勝ちますよ。また同じステージとドラムコーン、さあどっちへ行くべきかと。いやーエースかな。ていうかさっきナビが途中の旗取るとか全く無意味なことしてたからな。あー今回のゲッターはどういう動きをするか。いやー真ん中の旗を全然相手のゲッターとかに競り負けてもいいけど、こんな違う場の旗、初期の旗なんて誰でも抜けんねやから、ディフェンダーだろうがアタッカーだろうが関係なくこの一瞬で抜けんのに、ゲッターがわざわざ取りに行く意味が分からへん。当たり前だね。どこ向いてんねん。え？ちょっと待って待って、ナミ結構痛いよ。あーこれやばい。あーこいつもレベル100。いやもうっていうか、もうそんなやつしかおらん周りに。俺が特別異常にレベルが低い92と 93? 波がで、エースが 88。 そらやばいよね、レベルがこっちまで上がると。あー動かれにすぎる。あーもうやばいやばいやばい。もうほんまにほんまにこのルフィは何やねん。あれ、あこいつか、さっき散々俺を痛めつけたやつじゃないか。まあまあシャンクスはディフェンダーやからな、もうそこ立っといて、立っといて、立っといて。この波めっちゃムカつくから。はいー、そうなる。あ逃げた。そうこの動きがゲッターなんよね。ザ・ゲッターの動きしてたのは。いいよ別に。さてー、すごいすごい、何この技、これ初めて見た技かもしれない。でかい足を巻けた。あれ足やんだ、手
普通でかでかい足に見えたわ。そんなことはどうでもいい。そんなおしゃべりしてる余裕は俺にはない。どうしようどうしよう。めっちゃ大群で押し寄せてくるやん。あ、降りちゃった。怖い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 。こんな、あー、だってあいつがどっか行くの窓か。多分これを、あー、守りに来たな。あー、すんげー、そんな距離から届くの。ほら、こいつもう、こいつ嫌い。俺もう確実に嫌い。はい、波同士ね。でもこの方で戦っても何の意味もない。こんな試合何の意味もないね。最後の最後で勝つって言って負けると、いやー、こやけだし、マジで8連勝の後の2連敗。あー、もう本当にダメだな、ダメだ。なんか本当最近マイクの電源入れ忘れ2回目なんですよね。前は半熟ヒーローの収録の時に入れ忘れてて、マイクの電源入れ忘れてどういうことかっていうと、マイクは挿してるんですよ。でマイクセットなんでヘッドホンと一体化の、まあよく実況にあるタイプのやつですよね。それのマイクのオンオフが簡単にできるんですよ。例えば、こんな感じで、動画ではどういう風に聞こえてるかわからないですけども、今はマイクのオンオフオンオフってしたんですけども、まあ、こんな感じでですね、マイクがオフになっていると。例えば収録の画面を開きっぱなしで、マイクの電源を入れっぱなしで、モニターテレビに接続してるんですけども、テレビはミュートにしてプレイしてるんです。なぜならテレビの音を出すとマイクがテレビの音を拾ってハウリングするんですよ。でハウリングしなかったとしてもエコーがかかってるような実況になるんで、ミュートにするんですけど、例えば動画の音の確認だったりとかするときにテレビの音をミュートを解除して見るんですけども、収録の画面とその再生の画面とそれもボタンワンタップでパチパチっと切り替わるんですよ。なのでその時にもうマイクを根元から抜いちゃうか、マイクの電源をオフにするかっていう選択肢が生まれるんですけども、オフにしたまま次の実況の時に気づかずに収録してたりとか、まあ言うたらただのこうミスなんですけどね、小ヤギが悪いんですけども、今回は本当に実況もめちゃくちゃ熱入って S ランクイエーイって言ってたのが取れてないってめちゃくちゃ恥ずかしいですよね。一人ごと一生喋りながらゲームしてただけのやつですからね、収録しなかったらマジで。というわけで、まあ、結果としては散々になりました。はい、いつも通りでございます。これが小ヤギクオリティ。というわけで、ただ今 S ランク帯にまだおりますね。はい、 S ランク帯ですよ。もう嬉しいですね。ここから S プラスを目指して頑張っていくというわけで、またねちょっと試合やり込んでギャラのレベルとかもどんどん上げていって動画の続き撮っていきたいと思います。こうご期待というわけで、本日はここまで。小ヤギでした。どうもありがとうございました。またねー。バイバイ。地表はすべて砂に変え、始めようぜ。地表はすべて砂に変え、おかしいねー。
この黒刀から逃げられるか？この黒刀から逃げられるか？you
行け。